任せろ。
この調子でいきましょう。片付いたので行きましょう。ああ。何ここ、武器庫？使うためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え、これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ？興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。扉が開いたのか。昇降機の動かし方はわからないままよ。行ってみるしかないわね。いや、俺たちをおちょくってやがる。
片付けましょう。これで終わりだ。これで新しい武器作れないかな。これ大丈夫かな。これが昇降機の鍵なのか。試してみればわかるわ。行くわよ。目的地に着いたわよ。目的地に着いたわよ。Get it!
あのダナの武器が飾ってあった部屋が気になるの？ああ、特にあの黒い鎧がな。ダナのものであんな立派なもの初めて見た。ダナのなのは間違いないよ。ダナの、ダナだけの技術で作られた。ダナの文化の証。でも、レナは300年の間、ずっとダナの文化を消し続けてきた。だからほとんど残ってないし、覚えてもいない。しかし、だとしたら何のために？戦利品か。過去に放棄して敗れたダナ人たちの、いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら、着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄、敗れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでもあれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前、そういうのに興味あんのか？え、うん、もうそろそろいいかしら。スルドがしびれを切らす前に行くわよ。
強そうだぞ。終わりだ。魔人戦、ほら。
ちょっと待った。どうした？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。やつはおかしな道具を使うんだ。道具？レナの武器ってこと？多分な。やつの周りにいくつも浮かんで、どこからだろうと、それが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。死角がないってことか。ああ、だから俺が正面から奴と守りをぶち破る。はあ、守りが硬いんでしょ。だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。分かった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。目的地に着いたわよ。
我ながら上出来だ。待ちくたびれたぞ。ネズミらしく逃げたのではと心配したわ。ジルファの仇、そしてシスロディア解放のためお前を倒す。大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織のどれ一つとして我らレナの支配に傷をつけたものはない。五稜のいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったようね。両力の身が鳥屋の男一人失ったところでいかほどの損失にもならぬわ。だが小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はスルドブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五稜全てに及ぶ前に。リンウェル、大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルとファルキリ、全力を持ってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。よくもおやつよ。一度は我が元に帰っておくなら、どの口で言うのやら。姫、姫使えたりするものか。決めてやる。私の前に燃えたら炎の竜巻を。
僕が行かれるぜ。異常戦はこうだ。何としても
まだやる気か。その前に終わらせてやる。何でやってるの。これでしまいよ、インディグネーション。矮小な者どもよ、無へ帰れ。恐怖と絶望を味わってみる。我は人間だ。氷の槍を元に。大義は絶望の。燃えろ。終わりだ。戦争。ライフ。思い知ったか。まだレネギスト、このダナに生きる有利の同胞のため負けるわけには。おさい銭さんね。国の同胞。終わった。でもジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき。ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなっていうのか。死んだんだぞ、人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに。そうよ、戦ってるのよ。今頃気がついたの？ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというならさっさとカラグリアに帰ったらどう。できることならこのまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと。くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。
こんな時だからこそか。叶わないな。ひどいやつだったね、カナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが3人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった。なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな。君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国は何とかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた。諦めない限り壁は壊せると。そうだな。少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。ああ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたい奴がいる。本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。町を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？どうやって？俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だろ。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。諦めない限り終わらない。そしていつか壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたもの、それを見に行かないか。
俺にその資格があるのか。お前はどうしたい。俺はもう失いたくない。逃げたくない。だから一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。ブレゴンがくれたこの鎧、本当に昔のダナの英雄のものだったんだとしたら、圧倒的なレナ相手に戦いを挑んで散っていった。どんな思いで彼は人々の希望を受け止めたんだろう。アルフェン、その鎧かっぱらってきたのか。見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ、ブレゴンが選別にってくれたんだって。そっか。でもまあ筋は通っているよな。その鎧、反乱の象徴みたいなもんなんだろ。俺よりジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主はシスロディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしかわからないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだ者、破れた者の志を思うのは無意味だって言うのか。確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから、あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。ローってカラグリアの生まれだったんだよね。まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて平行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。あなたはどうやって国境を越えたの。スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、尋問の真似事か。ダナのあなたにできた方法ならこの先使えるかもしれないというだけよ。ああはいはい、分かったよ。けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ。まさかあの炎の壁を登ったのか。いくらなんでもそんな真似ズーグルにだってできやしねえって。潜り込んだんだよ。潜り込んだ。そうさ、交流がほとんどないって言っても自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うためのスルドの輸送隊が年に何回か行き来してたんだ。そういえばそんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろんダナ人を同行させたりはしないけど、俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物に、それで運ばれたってこと？よく見つからなかったね。まあ昔からコソコソするのは得意だったからな。それにあの時は捨て鉢になってて度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトがカラグリアの噂を素早く手に入れたのもそれだったのかな。つまり私たちの動きはこの先どこに行ってもすでに知られていると思った方が良さそうね。
you